反対横向きいいですかね。はい、はい、あ、軽い軽い、全然結構スムーズにいく。さっきもバキバキだったのが。そうですね、ほらほら動けるもん。起こすのが大変でしたけど、ほらほらそんな無理しなくて、そんな、そんな気がなくて大丈夫です。はい、じゃあ面白いな。はい、はい、そうですね、安定するところで、はい、木と木が擦れ合う音がいいですね、はい、いいですね、なんかナチュラルな響きが、うん、癒しの本当に、うん、うん、なんか森の中に近くでなんか、はい、小人が、はい、あの家建ててるのと可愛いですね、一生懸命、はい、それは癒されますねのような音ですよね。あー、メルヘンですね、うん、中村さん、お子さんになんか創作童話とか話してあげたりあるんですか？あ、ありますよ。創作動画っていうのは自分で作ってってことですか？そう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 、あの夜寝るときに、ありますよ、その子供を主人公に見立てて、あ、いいですね、すごい喜ばれそう。あんまり寝るからか聞き入っちゃってる確かに気になりますからね、続き寝るとき良くないかもしれないです。でもいいな、羨ましいですね、あの楽しそう。もうそういうのは得意なんですね、スラスラ出てくる。いや適当ですよ。なんか、あ、アルミネネちゃいました、うんちしちゃいましたあ、子供が喜ぶワードを入れてそれはとてもとても臭いうんちでしたとあ、面白そうですね誰でもできるやついや、でも意外とできないですよ、それすごいですよ。だいぶやっぱりあれです、なんかあったかいですね、今ふくらはぎも、うんうん、あったかさが全体的に広がってます。あ、すごいな、こういう風にほぐれていくんですね。そうですね、まあ、じゃあもう来た時全然治んないんじゃないかって思いましたもん。あ、もう鉄の板がつけてて、はいはい、手術ですかって言ってましたもんね。手術しないと無理かなって。いやでも手術もなかなかね、それで良くなる人もいますけど、やっぱり痛いっていう。そういう手術ってあるんですか？場合によっては、あの脊柱狭窄症とかだったら手術があったりしますけど、あるいはまあブロック注射、痛みがひどかったらブロック注射とか。怖いわ。ねえ、ですよね。でも結構そういう外科的処置をしたにもかかわらず変わんないんだよっていう人も少なからずいるんですよね。何がいいかってわかんないです。わかんないですね。まあでも日々のね、その意識というか、はいはい、まあ必要ですね。そうですね。たまにはこういうとこ通って、はい、はい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 。そうですね。やっぱり本当おっしゃるように普段どうするかっていうことが一番大きいかとは思いますね。お風呂入る習慣とかはとってもいいと思います、うん、あ、でもやっぱ子供できてからですよね、うんうんうん、シャワーでパパッとっていうのがほとんどだったけど、うんうんうん、そうですね、はい、いい、あー痛い、痛いですね、はい、あ、肩こりですかこれは、これ異常ちょっと待って
痛いですね。痛いですね。何なんですか。ここが痛っ、まあ、こういう風になっちゃってると、はい、ここが縮んだ状態で、はい、そうですね、固まってきちゃう。びっくりした。よかった。乗る、伸びますね。力を抜けば抜くほど、うん、この血流が良くなる感じがありますね。いや、はい、良かったです。じゃあちょっと構えちゃったりすると、うん、いかないですね。そうですね、止めちゃいますね、うん、はい、あーすごい、うん、じわじわって感じ、はい、じゅんわり、はい、わかりますわこれ、うん、痛いかな、この辺まで大丈夫ですか。あ、全然、はい、全然大丈夫です。いけそう、痛そうだなっていう感じです、ね、想像でした。そうですね、はい、ゆっくりいきます。意外と大丈夫ですね。で全然痛くないですよ、はい、痛くない、もうちょい、全然痛くない。お、いきますね。あ、それが痛いですね。はい、この辺、この辺ぐらいですかね、止めるなら。痛いのは、あの肩の後ろっていうか、うん、はい、腰じゃないですよ。はいはいはい。あ、じゃあこっちは腰には響かないですね、はい、はい。多分結構悪いっていうとあれですけど、はい、あの状態が良くない時ほど、うん、その遠くまで痛いっていうのがあるんですよ。例えばこう、あの首周りやってるのに腰が痛いとか、ただなんか離れたところまで痛みが響くとか、関連するところが痛むっていうのが遠いところになるんですね、うん、はい、そこまでこう影響がいっているっていうか、はい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 。そう考えるとさっきやってもらった時は、うん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 、全然違うとこ痛かったけど、うんうんうん、ここは、うん、あの今左やってる時はやっぱちょっと近場が痛いですね、うんうんうん、ってことは良くなってるってことですね、はい、そうですそうです。なるほど、こんな分かりやすいんだ、はあ、結構体はいろいろ分かりやすく教えてくれるんで、ここの肩甲骨がつらくないですか。大丈夫です、うん、肩甲骨の動きが良くなくて肩の周りが悪いっていうことですね。泳ぐのってどういう泳ぎ方されてますか。もっぱら平泳ぎで、あ、平泳ぎしか泳げないんです。あ、そうなんですか、はい。クロールすると結構肩を回すのでいいかなと思ったんですけど、25メートルだけクロールやってるんですけど、はい、ああ、なんか溺れそうになっちゃう、溺れそうになっちゃいます。苦手なんですね、はい、おっぱらずっと1キロ、はい、永遠と平泳ぎで、でも泳ぐ時間取ってるってすごいあれですね、立派っていうか、ね、うん、初めダイエットの一環でやってたんですけど、全然体調が違うんで、あ、そっかそっか、行くようには、風邪もひかないし、はいはいはい、まあ、運動習慣あるといいですよね、うん。